取出塾の現代地図に旧三戸街道の道筋を重ねた地図。取出塾は三戸街道千住塾から五つ目の宿場町。現在の茨城県取出市取出東のあたり。宿場町は東西に1キロ弱の範囲で広がっている。三戸街道は利根川を南北方向に渡っているが、その三戸川北岸で向きを変えて東南東に向い、取出塾に入る。対岸の江戸川。 南岸にも正規のものではないが、青山宿という小規模な宿場町があった。鳥出宿が水戸街道の宿場町に指定されたのは、天南年間から上京年間にかけての時期であり、それ以前は、安孫子宿から利根川宇賀も下流に向かい、草で溶かして龍ヶ崎を経由し、若芝宿付近で合流するという流れであった。そのため、鳥出宿が、 世紀の宿場町に指定されたのは、水戸街道の他宿場町より、多少遅れている。取り手は、宿場町であるだけではなく、利根川水運の拠点地、物資集積地でもあったことから、200軒程度の家並みが並ぶ、大規模な集落を形成していた。旧道筋には2019年現在も、多少の古建築を乱すことができる。本陣として使われていた染めの家住宅が保存されて、おり、 週末には公開されている。阿鼻子塾鳥出塾藤代宿鳥出塾と藤代塾との間には、古海川水系の停出地があり、古海川は暴れ川であったことから、この区間は東から西へ、本通り、中通り、くぬぎき回り、大回りと、ルートが分かれ、増水時の迂回路が用意されていた。取出市観光協会、取出市観光ガイド、 鳥出市、旧鳥出宿本人染の家住宅。ありがとうございます。